はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、マイクロソフトフライトシミュレーターなんですけど、鈴鹿サーキットをね、目指していこうと思います。まあ一番最寄りの飛行場でいうとセントレアだと思うんですけど、今回はね、セントレアがゴール地点になってます。で、ここどこだっていうと、伊勢のね、近くにある明けの飛行場ってところですね。ちょっとね、どういう感じかわかんないんですけどね。まあちょっとね、滑走路がどうなってるかって言ったら、ここだけなので足りるかどうかがすげえ不安ですよね。まあ滑走路絶対足りないような気もするんですけどね。飛び立てるかどうかちょっと試してみましょう。ダメだったらね、ちょっと出発地点変えたいと思います。まあということでね、今回はそんな感じでやってきますので、よろしくお願いします。はい、ってことでね、今回使う飛機はこちらもね、第二次大戦中の飛行機ですね。スピットファイアですね。イギリス空軍の、まあ、戦闘機となります。スピットファイアね、翼端丸かったような気がするんですけどね。これスパンと切り落とされてますよね。ちょっと待ってくださいね。なんかドローンの動きが早いな。まあこういうね、翼端がスパンと切れたモデルもあるんですかね。俺が知らなかっただけで。まあとりあえず行ってみましょう、この戦闘機で。はい、ってことでね、エンジンかけてくんですけど、そう、これね、なんとなくね、もうね、かけ方というのをね、わかりました。まあその飛行機によってね、ついてる場所はまちまちなんですけどね。まあなんとなくとりあえずはエンジンはかけられるようになりました。とりあえずね、ミクスチャーを入れて、トロトロね、ちょい開けにしときます。で、燃料ポンプを、このスイッチ入れるかどうかわかんないですけどね。で、プライマーをね、ちょっとだけ開けといて、まあもう閉めて大丈夫でしょう。ちょっと開けるぐらいでいいんですよね、確かこれ。で、あと他は、この戦闘機だと多分大丈夫ですね。で、これね、バッテリーのスイッチだけがわかんないんでね。で、バッテリーはね、だから、このショートカットキーでね、入れるようにしてます。で、これでね、多分もういけるでしょう。多分。かかると思います。それではスターター回してみます。はい、かかりました。なんかやたらバスが来てますけどね、気にしないで行ってみますか。いいですね。この音最高ですよね。このレシプロ機のね、この音が好きなんですよね。はい、じゃあね、管制に許可を求めてみましょう。とりあえずね、こっちの方にタキシングしてけってことですけど、まあいいでしょう。こっちのね、ちょっとルートは違いますけどね、ちょっと違うところから行きましょう。こっちから、車がいっぱい詰まってたんでね、大丈夫かどうかわかんないですけど。しかしこれ滑走路足りるんですかね、本当に。そこだけが不安でね。やっぱりこれね、ブレーキかけすぎるとね、前につんのめるんでね、そこは注意しなくちゃいけないってやつですね。しかしどんだけ車いるんだよこれ本当に。危ない
よし、じゃあ行きましょう。一応ね、奥まで行ったところで U ターンしましょう。本当はね、ここ多分滑走路じゃないような気がするんですけどね。まあギリギリを取っといた方がいいってやつでしょう。じゃあ飛び立てるか。あまり高度が保ててない。ダメでしたね。ちょっと待って。はい、ということでね、またさっきと同じ状況来ましたけど、もしかしたらね、ここそういえば閉めるの忘れてたんで、これが原因わかんないですね。まあ今度こそね、うまく飛び立ってみせようと思います。はい、じゃあ再チャレンジ。あ、どうだ、加速していかないですね、全然。また高度が落ちてきてる。はい、無事に一応ね、離陸できたかもしれないです。今度こそ順調に加速はできてますね、ようやく。はい、じゃあね、一路鈴鹿サーキットへ向けて飛んでいきましょう。いいですね、車輪が出っ放しでしたね。とりあえずなんかいろいろね、完成と更新してるみたいですね。じゃあ例のごとくね、ちょっと AI さんに任してみますか。この間ね、 AI に任せたら見事に墜落したんですよね。任せすぎるのも良くないのかなと、という感じです。ちょっとね、あと雲がなさすぎですね。これはちょっとだけね、雲出してみますか。こんな感じでね、雲もね、分厚くしていくことできるんですよ。はい、こんな感じで曇りって感じ。なんかちょっと違和感ありますけどね、曇り方にも。はい、ちょうどね、鈴鹿のあたりに入ってきたかなって感じですよね。俺もね、よく分かんないんですけどね、三重県のあたりはなんか黒煙吹いてるけどいいのかな不安になってきますよね。しかしね、このスピットファイアの音いいですね。中で聞こうとも外で聞こうともいい。ちなみにね、飛んでる間にもね、こうやって開けることはできます。だから墜落した理由は単純にね、
やっぱ空いてたからってわけでもないんですよね。まあ、なんで墜落したのかって話ですけど、本当に。はい、三重県上陸って感じですね。もうちょっとでね、鈴鹿サーキットのあたりだと思います。実際ね、一回も鈴鹿サーキット行ったことないんですけどね。ただこう上空から見ると意外と家があるんですよね。こう周囲に住んでるとね、絶対に F1 とかやってると音響いてきますよね、ここら辺の家。こうツインリンクもね、すげー離れてるけどやっぱり響きますからね、音。はい、見えてきました。じゃあちょっとね、 AI 飛行をやめましょう。はい、減速します。ちょっと降下しましょう。はい、見えましたね。1コーナーから S 字の区間が見えますね、最終コーナーと。でここはね、左側デグナーからヘアピンって感じで立体交差も見えますね。なんかスプーンカーブがね、畑に飲まれてますね。やっぱね、綺麗に表示はされないですね、どうしてもかぶっちゃう。ちょっとね、旋回しましょう。またね、こうやってるとね、墜落しそうですけどね。はい、最終コーナーから1コーナーって感じですね。グランドスタンド、ホームストレートですね。さすがに着陸できそうにはないですね。だからちょっと縮尺はおかしいですよね。まあまあまあ、そこまでさすがにリアルにはできないでしょうね。ああ、失速する失速する、あんまりやってると。なんか結構高度落ちてきちゃったな。ちょっと高度だけ上げときますか。すげえ不安。はい、じゃあそろそろね、 AI に引き継ぎましょう。セントレアが見えてきましたね。見事に洋上って感じですよね、本当。あ、AI に任せててね、そのまま着陸できるのかですよね。え、俺やらないのかって。やらないですまだ着陸ね、難しくてできないんですよね、うまく。このままね、しっかりとアプローチから全部やってくれるかどうかが不安なんですよね。なんか本当にアプローチコースこれでいいのかなって感じですよね。展開間に合うのかな。どう考えたって間に合わなそうな気がするんだけど。まあ任してみるか。早すぎるって出てるけど、失速しないこれ。間違いなく失速してるよねこれ。はい海の上にね墜落しました。やっぱね、自分でやれってことですかね。はい、とりあえずね、飛行時間2時間37分。意外とね、飛行時間は積み上げてきてるんですよね。まだまあ、伝ってまだまだ2時間ですけどね。はい、じゃあそれではね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。